じゃあマミルトン先生やっていくか、はい、やっていきましょう。マミルトン先生がどこか行っていただいたにななんと芝を手に入れたのか。芝を手に入れた。リディアが使える召喚獣。そう、この後はですね、そのミシリアっていうところに行くんですよ。一発ちょっと芝見ますか。 見たいです、ね、私も見たことないから、ちょっと一回適当会うまで町を山をぶらつきましょう。こういう時に限って意外とできてないんで、ね、ミシリア、ミシリアじゃない、敵ゴブリンのこれからの芝です。そうです。おー、来た、やってきた、やってきた。これで、スキップ。リディアまでスキップ。あ、リディアまだまだ、まだ溜まってない。はい、来た。リディアで召喚、芝、芝、来た。MP30 消費。結構使いました。いけ！ドーナルドだ。ゴブリン以外で初召喚だよ。今ちょっとね、溜めてるから。気づけば死にそう。急いで。あ、来た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 。おお、かっこいい。おお、こう来た。目開くんだな、このパシってな、うん、目開くんだな。おお、なるほど。あれ、あ、ちょっと逃げましょうか。逃げろー、逃げてあ、あ、ルカが、ルカが、あ、エンジまで。ちょっとなんてこと、まさか、なんてこと。これ待って、どうしようかな。フェニックスのトロイアに戻って宿に着くまでの間にもう一回敵出たら死ぬかな。そうしたらフェニックスのお使いだ。そうするか、かけるか。ちょっと宿屋に戻る。やだ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 、セーフ。一回じゃ宿屋行きましょうね。そもそもミシリアがどこかっていうことをね、ちょっと私はすっかり、いや、宿屋は行けつ。なに、ミシリア封鎖されてんの、もう完全に。厳しい。トロイア、トロイアですか。あ、ここはトロイアか。盗賊から品を守るために店は閉じています。何かご用で。アイテム買えるけど宿屋はダメ。宿泊まらないんだ。あ、待って、防具屋さん行って、鍵がかかっている。こいつに話すと買い物できる。ああ、回復できる。エッジに買ってあげたいんです。使えるやつがない。なんという悲しい。これを一個だけ買っておこう。コテージって、ああ、そうですね。どうなるんだっけ？生き返るんだっけ？あ、ちょっとコテージ使おう。使ってみる。やめなし。テント生き返んないよな。いや、生き返るかな。説明で。とりあえず使ってみましょう。たくさんあるし。あ、生き返るのは書いてなかったですよ。MP とか、あれを全部回復ってだけ。どうなりますかね。どうなんでしょう。そして満月になった。うん、メニュー。生きてる、よし。生き返ってる、すごい。あ、武器が減、武器が下がってるんだ。どうしようかな。クラマ率が上がってる。まあいいか。これでいいや。じゃあこれでミシリア行こう。はい。で、ミシリアはどこかという話だね。まあ、わからんよね。たまたまここに来るのにグイーッとしてたから、こう右回りで回ってみました。おお、結構適当なざっくりとした方向感。近場から行ってみようか。はい、この城はなんだ？あの城はバロンか。ここの城は、これが最初で入れなくてバリアだよね。ミシリアこっちな気がするな。そこはこれなんだ、砂漠のヤンのところか。寄ってみる、寄ってみようか。じゃあここら辺にちょっと着陸させて。おお、いきなり敵出た。おい、
オートラとこいつらが攻撃して、あ、シバが、あ、やばい、シバ出ちゃう、シバ出なくていい、シバ、あ、もうダメだ、唱え始めて、リリア唱え始めて、もう時すでに遅しや、あ、しかもファイが、しかも単体だし、あ、なんというもったいなさ、もったいない、ちょっとオートバトル解除だな、いい、あれ、あれ、今、あれ、今きっと私がスキップした瞬間にきっとシバ出たさらに勝利のあいつが、待って、違う、エスケープじゃない、待て待て待て君は戦うで、君も戦うで、で、かつあのゴルベーザがファイガーを唱え始めてる戻ってこい、戻ってこい、戻ってこい、もったいない、もったいない、あーあーあー、これ全体攻撃だったらもう終わってたな、戦う戦う、はい、おー、エイジがレベル上がった。昔私、チョコボの不思議なダンジョンすごい好きで、おー、はいはいはい、そこで、あの、使った召喚獣でシバが出てきて、さっきの、すごい効いてました、リンクしました、懐かしかった、まあ一緒ですわな、うん、さあ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 、どの辺だ、この辺か、久しぶりやな、この街も、うん、オアシスの村、カイプ、カイプ、え、あの、この音楽はなんかヤバゲ、ヤバゲ、どこに隠したの、私たちのヤンを、あ、ヤン隠さ、ヤン、えー、あ、お願い落ち着いて、誰、あなた、あなたがヤンを、何、じゃあやめて、シルフたちは、え、これどうすんの、待ってみようか、わからん、これ普通にかかって倒さないか、え、すごい勢いです、やばい、やばいやばい、でもトルネードだけだったら死ななそうだけど、このリカバリーロッドがケアララ並みのパワーを、本当だ、恐ろしくついてる、本当だ、これでいいじゃん、これ倒すのかな、でもおのずとヤンに、ヤンに、ヤンに合わせて、ヤンも待ってるわ、あなたたちが自分を取り戻すのを待ってる、ヤンが、あ、イベント倒さなくてよかった、もう一回話したらまた戦うのかな、あ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 、めんどくさ、でもこれトルネードだけだったらしなかったからね、別に、そうか、これ話しかけてすらいかんのかなすごい、クリティカル連発でいじめとく、うん、あ、はい、お、全然トルネードだけじゃない、3連続攻撃かわしされた、舐めてた、あ、あ、倒した、倒した、倒せる、え、大丈夫、2回目は倒せるんですかね、1回目だけなんですかね、シルフ、これ絶対なんか後々の進行に何か困ることとかないのでしょうか、え、でもその場合は多分倒せないんじゃないですか、いや、なんかここで倒したが、倒したがゆえに何か不利になるみたいなことはないのでしょうか、大丈夫かな、クソ、時田さんいないから聞けねえな話していいかな、大丈夫です、まだ昼間だっていうのにこんなに喋る、ごく一般的なやつでしたね、武器屋やってるね、どれ、お、たくさん売ってる、はい、強くなるのはなさ、ない、ない、おじいちゃんスルーしました、おー、すごい、棒立ちの、月が空を覆ってからどんどん寒くなってんだね、それは太陽当たらんけどね、あれ、ここなんか、ね、思い出の墓じゃん、なんだっけ、双子の女の子と男の子が、賢者アンナとシド、シドだっけ、あ、あ、イベント発生っぽい、テラね、シドじゃない、シド生きてる、生きてる、うん、シドはあの、ガハハって、どうなる、
ケラ・アンナさん、この大地が激しい戦乱にどうか見守ってください。ギルバートもきっとどこかです。ギルバートは今、どこにいるんだ？あれ？あれ？あー。おー、出てきた！ケラ出てきた。ちょっと確かに芝っぽい。うん、つって。変えんのかい。このテラがギルバートとかと関係あるんだ。ギルバートじゃない。やばい。あ、やばいやばい。やばいやばいやばい。戦うやつ。ムシ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 。あ、それも。あ、妖精たくさん。町の中にいっぱいいますよ。前もこんな妖精ってたくさんいたっけ？我は失ってるから。ここの部屋はあれなんですよ。あのこの砂漠で熱中症にかかった人が全員来る場所なんですよ。あれ、ヤンいんじゃん。ヤンいる。ヤンいんじゃん。ヤンいる。あれ？イベント発生した。ヤン。この町をふわふわ飛んでいる妖精たちはここに来たら、アーシュラ。アーシュラ横で寝てんじゃん。うん。渦に巻き込まれて救出された。おや？こんな時にローザでも、ローザ？お母さん？ローザはあの、嫁ね。セオドアの母ちゃん、セシルの。ケアルをかけても意識が戻らなければって、今、ケアル使い一人もらんで。アシュラ、ヤンの娘さんか。これは要するに、うん、おお、遭難して船で来たのね。このままでは、この人理解してるんだ。この砂漠で熱中症に倒れた人はここのベッドで必ず眠るということをもう受け入れてるんだ。宿屋でもないのに。流れ。じゃあこれはそうか、ローザが仲間になった後に来るときっとヤンは治るのかな。あ、そうですね、うん、とりあえずこの町の妖精全部倒しとく。結構強かったですよ。うん、そうだな。まあ確かに、そっとしておこう。そっとしておきましょう。じゃあここは今来るべきではない町、はい、ローザの後、おそらく。で、私は今ミシディアに行くで、ミシディアを探す旅が再開。行こう、はい、ミシディアはどの辺だ。あ、マップが。町をちゃんと見る、見ると、お、これはなんだ、これなんだ、これまだ見てないですね。ここなんだっけ。ダムシアン。ダムシアン。ギルバートのとこだっけ？なんだっけ？ずいぶんと静かだな。でも人の気配はある。急ぎましょうって言ってる。あ、イベント発生しちゃった。みんな、ミシ、あ！あ！なんでアントリオン、砂漠でもないのにこんなところに。え、普通にバトル系？知ってるの？こいつがダムシアンを。アントリオンはおとなしい生物、人に危害を加えるはずは。なぜゴルベーザはカメラ目線で語るのか。ゴルベーザちょいちょい。ゴルベーザちょいちょいやるかやられるかとな。戦うんだな。やめて、リディア、この子たちには何の罪もない。なるほど、まだ来るべきではないんだな。はい、こっそり入れないの。あ、入れた。普通に入れた。おう。あー、いっぱいいるんですね。これ接触したらバトル。接触したらバトルですよ、きっと。しゃ、うぇー。どんだけおんねん。あ、でもこれ話しかけないと大丈夫っぽいな。オーノマ来た。あ、何者だ。お、人おるよ。お待ちなさい。春、ああ、あのあれか、秘書ですね。秘書だ、うん、どうなる。ミストのリディアさんですね。養子取れん、うん、あなたは確かギルバート様公設秘書、うん、春。ギルバートは今あそこだもんね、セシルのところで退治してるのかな。ですか。うん、ローザやセオドアとバロン。ああ、なるほど。あ、
で、バロン城は入れてないと。うん、はい。そうね。うん。これ、城内にあんなにモンスターがたくさんいる状態で、みんな普通にいるんだね。あ、帰るのね。ここは我々、あ、春が味方になった。ゲット。主様の出る。どうなる、どうなる、どうなる。あなたは誰よりも閣下を案じておられる。陛下。あ、陛下。難しいな感じです。だが秘書様を矢面に立たせるわけね。ギルバートと合流するのだわ。あ、結局ファルコン待機。ファルコン待機。じゃあ、うん、ポロム、パロム、どっちだ、あいつと同じくファルコン待機。ポロムとポロムもファルコンで待機してるんですか？片方だけ待機してます。クロマ同士の生意気な方が。あ、男の子の方が。はい。ポロムかな？ポロムかな？ファルコン待機組が増えてる。いや、ポロムとかも十分すぎるほど強いから。強いでしょうね。確かめっちゃ強かった。ここでも結局我々は仲間が増えない。何もすることができなかった。でも春を回収したっていう進展はありましたね。だな。でもう一回ミシディアを探す。そうです。ミシディアを探す旅です。この大陸はもうなさそうだから渡りましょう。はい、ミシディアはどこだ？あ、違う違う。行かないといかんだね。これ試練の山だよね。試練の山、入り口が完全に岩石でもう塞がれてる。この辺かな、ミシディア。隕石落ちすぎやで。よくこれで人類滅んでないミシディア。確かに。どこだ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 、あったっぽい、あったっぽい、これかな、あれ、これでかい、なんかあった、これは一体なんだ、一回セーブしますよ、誰ですか、でも1に全部セーブしますね、はい、全部1にセーブし極力、極力1にセーブしますあ、パブール城、お前ら何助けに行けよ、ボクソーが、この3人、俗に言うあのクリリクリリン三人衆、しかも文句 AB で C はいない、なんていう名前でした、お久しぶりです、 A、 C、 C は黒だったですね、あー本当だ、色違いがいない、うん、それは異変が起こっててファブールもそうだよ、シルフたちが城に押し寄せて、シルフさっき言いましたね、あ、やつら、お、中入れる、ちょっと進んだな、こいつがヤンとアーシェラ、もうあそこにおるから、もうあそこにおるから話が進展せんな、進まんな、あ、あ、これ、あ、ダメですよ、これ話しかけたらバトルのかな、でもさあ中へって言われたものの、これどこ行くんだろう、とりあえず王の前行くか、おや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 、ストーリーが何か、はい、シーラ、あれシーラって誰だ、あ、奥さんですね、ヤン奥さん、うん、それに一度のか、元気だったかい、これヤンのとこ連れてったら愛の力で生き返るとかそういう話なんじゃないのあの人のことだ、あ、もうちゃんと報告したのね、うんうん、砂漠の街で、うん、よかったなシーラ、さすがヤン様とアーシェラさん、さすがさすがこれを持っておいて、お、愛のフライパン、何つえちゅんや、叩くんで愛の玉じゃくし、すく、え、スープ作ってあげるんですか、あの包丁はこれ定番なんだよ、愛のフライパンっていうのは、そうなんですか、この FF における定番アイテムなんだよ、あれ、じゃあもしかしてこれヤン復活、ヤンとアーシュラ復活、そしてまたファルコン組、ちょっと戻ろうかファルコンに、確かに両山、え、闇上がりやったらファルコン組ですね、結局パーティーには加わってもらえないパターン、一体我々はいつになるとミシディアに
発信。ミシリアがどこかわからないっていうね。とりあえずこの大陸じゃなくてミシリアは戻るんだよね。あ、ミシリアじゃない、これ砂漠の真ん中だよね。よし、行こう。砂漠の真ん中で、この辺に止めて。これ結構サクサク言っても言ってますね、仲間集まってくね。愛のフライパン、うん、ローザのケアルよりも愛のフライパン。ほら来たー、ヤン。いや、行くよ、こっから行くよ。やっぱこいつか。あ、出たフライパン、フライパン。叩く、叩くぞ。マジっすか、こうやって叩くんですか。料理を作って食べさせるとかじゃない。む、あら、両方。おー、すごい。いやん、これ完全に仲間フラグだな。目覚めた。さすが夫婦の絆。アーシェラ、アーシェラは、アーシェラ可愛かったよな。で、アーシェラがあれだよ、お玉、愛のお玉、あの玉、お玉だよ。マジですか、よくわかんないけど。お父さんがちょっと結構角度的に危ないですね、際どい。際どい、かなり際どさが。あれあれ、何もしてない。動いた。女の子相手には気が引けるぜ、うん、おい、リディア、あ、リディアがやるのか。リディアがアーシュラを、あらま、あー、いい音した、いい音がしてしまった。かわいそうに、この二人はなんで一体こういう風に起こされないといけないのか。アーシュラ起きた。推測しきってたんですよね、それ殴って。あ、セーブとかしてねえし。シルフ、ヤン、あなたはそんなにもこの子を。どういうこと？かなわないわ、悔しいけどね。シルフたちは何？ヤンが好きで。ヤンに恋してるの？色恋沙汰だったの？この話。アーシュラに対してこの、やきもち的な？バトルじゃない。自分を取り戻す。取り戻した。私たちも力を貸す。うん、どうやって？シルフを取り戻した。おお、召喚獣だ。一個倒したけど。大人気だな、ヤン。なんかアーシェラなんかすごいだらしない感じで座ってます。やみ上がりですか。だらしない感じで座ってます。その程度の絆じゃないだろう、お前と幻獣たちは。そうね。おお、バロンね、うん、はい。え、仲間フラグ。うん。幻獣たちはみんなの力があるんだけど。では行こう。あっ、父上、まだ体が。あんたの出番はまだだ。要するにファルコン組。ファルコン待機。ファルコン待機。かじけない。ああ、まんまや、セリフそのままだった。お、あ、こっち行った。こっちで進展が。さっきセオドアじゃなくてセンシル喋んなかったですね。喋った、私と剣を交える。あらま、おぉ、カイン、因縁の対決が、喧嘩上等や。カインさん、だってこのカインさんはさ、結局ローザ、ローザ奪われた悔しさに暗黒面に落ちてるからね、一回いかな覚醒して正解に、正解に戻ったところで。あらら、おぉ、父親にある私揺さぶりかけますね。どっからどういうのも、ただの悪いセシルやからな。あらら、
え、バトル。スコッティ・ロ・セオドア。バトル、バトル。カイン VS セシル。こんな、唐突に月が。なんだ？セオドアも覚醒？あらま。答えろ、セオドア、セシル。バトル。ジャンプ。さらっ、あ、カインのジャンプあったらセシルにも勝てました。で、攻撃してくるんですか、うん、これカインバーサスカインの時面白かったですね。そうそうそう、そう、空中に。セシル攻撃してくるのかな。もう一回ジャンプ。しかもオートバトル。てか、セシルの持ってる剣、ごついなぁ。え、これ攻撃してこないの？防御しないとダメって。どうしたカイン、私は本気、なんでやん。イベントバトルだから、あらら。あらら。イベントバトルですか？一撃でございました。あらら。なるほどね。物語の進行と同時に、やっぱりバロンジャーもね、じわじわ進行しないと。あー、ファルコン組、ファルコン組増えた。フォロムが。なにこれ、誰が、ここには誰が寝るのかしらみたいなこと言うと。休み、あ、休める。一人休むわ。ただですからね。うん、ファルコン号にこんな優秀な機能があった。むしろファルコン号で休めるから宿屋全部閉まってたんですかね。あー、かもしらんね、かもしらんね。今は打撃が上向きにいいの。春も寝てればいいの。ほら、覚えてるこいつ。なるですか。月光。あ、4人の、忍者。そう。だなんか、ちょっとしたブームになりかけた。そう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 。軽いプチブームになりかけたやつ。文句ほどじゃなかった。クリリンほど。クリリン、クリリンはもうちょっと美味しすぎた。あの後もずっと素敵やんって言われてました、ね、言われてた。ミシリアは結局どこなんだ。この大陸にはいなかったかな。さっきあの右上の大陸まで行ってました。うん、この下の方行きましょう。右上の大陸のさらにもっと右になんか建物ありましたよ。え、マジ見えました。じゃあちょっと一回上行こうか。あら、これ一周したんじゃないの。一周じゃない。なるほど、これだよね、これだよね。あ、本当だ。これが最初芝、ね、最初にそう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 芝行ったとこだから、トロイアの芝なので、この町の下の大陸行こう。北半球から南半球。ファルコン号早いからね。うん、最強ですね。どんだけ早いねんだ。ドリル付きだよ、ドリル付き。ドリル付き。もうなんか FF4 のこの地形とかさ、あんまり普段覚えてプレイとかしないからな。もうしょうがなく、くまなく、こう全体を探すという悲しみが。あ、この先っちょっぽくね。この先っちょなんかなかったっけ。なんか下に建物があった。あ、でも違うんですよ。じゃあここだけ見たら。あ、ほらなんかあった。これはちょっと、不思議やくらいの大きさの街だ。一回セーブします。一に。ひたすら1にセーブし続ける。ここは何だ。ミシリアか。ミシリア正解。正解だ。